はい、こんにちは。今日は2016年、2月の、またわからない。いつも撮影する前に確認しとけって話なんですけど、曜日はわかりますね。土曜日、2月27日かな。昨日出荷日でしたんでね。2月27日、もう2月も終わりますね。今日は、風が冷たい一日です。天気はいいんですけどもね、よく晴れて雲一つない感じですね。じゃがいもです。じゃがいもをずっとやってるんですね。あちらのずっと来まして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 、今ここまで来ましたね。もうあとちょっとですね。これで、2ターン全部が埋まるわけですけどもね、何があってまだここ1枚じゃないっていうね。2ターン3ターンはいかないですけど、2ターン5セぐらいやらなきゃいけないので、もう1箇所ね畑があるんですけども、まだ軽トラが修理が持ってこなくて、箱番はもうこんな状態で、なんて言ったらいいんでしょう、ぐちゃぐちゃでございましてね、しょうがないです。時刻は3時半でしてね、もうあと1時間半で5時ぐらいまで、5時ちょい過ぎまで、仕事やりますけど、十勝小金ですね、種芋です。十勝小金を一生懸命植えてて、これで今日だけで今日40キロちょっとですね。あと北海小金が終わりまして、シャドークイーンなどなどね、この時期のもう後半戦なんですけどもね、ようやく半分、3分の2ぐらいまでもうちょっと終わって、今日も朝一番からやっててですね、もうズドン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 とこうね始めてたんですけどね。ヘッドセットをしまして、さあこれから頑張ってやりましょうって感じなんですけども、あそこの奥にカラスがいるですね。もうまだね、この時期はこの周りの周囲の農家さんね、誰もいませんね。働いてるのは私だけなんですけどね。それは私だって働かなくていいんだったらそれに越したことないですけどもね、そんなわけないからですね。ずっとカラスが2匹あそこにいるんですよね。見えますかね。さあということで、今日何をやるかと言いますと、この間はね、じゃがいも、確か土寄せとかを撮影したと思うんですけど、今日はマルチ式ですね。こいつですね。ヘッドセットがうまくいかなくて、手作りヘッドセットですからね。なんしたってね。よいしょ。ね、今畝を、管理機でこうやって畝を立ててですね、これから最後にこうやってマルチを張るんですね。ってことで、こうやって一個一個ね、我が農園は手作業でやってるわけですよ。まあ正直言ってね、私のこの規模でこんな手作業でやってるっていうのは、まあどう考えてやっておかしなことですけどもね、しょうがないですね。あ、逆だった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あら、ヘッドセットがね、うまくいかないね、これね。どうなっとんだ。なんせで手作りヘッドセットですからね。まあ、いろんなものがね、いろんなものがいろんな状況で崩壊していく。ね、それが我が農園の、うまくいかねえな。よいしょ。ね、じゃがいも、今、まだね、今ちょうど十勝小金ね、出荷してますね。うまいですよね、十勝小金ね。本当に甘みがあってね、ちょうどこれ今2月にこうやってさ、畑に植え込みましてね、収穫がまあ6月の終わりか7月ですね、掘り上げます。それで、今また2月で、結局何ヶ月もこうやってね貯蔵してしっかり使うわけですね。じゃがいもね、貯蔵すると、甘み出ますよね。ということで、こんな感じですよね。よし、よし。マルチを今年導入したこのバイオレットマルチね、どうなんですかね。
普通の通常の黒マルチよりかは気温が上がるって話ですけどね、どうなんでしょう。よいしょ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 。ああ、やっちまった。撮影しながらだと本当にめんどくせえな。よいしょ。風が出てくるとね、このマルチ張りもなかなか大変なんですけどね。こうやって、よいしょ。ああ、ダメだ。ただでさえクソ忙しいのにね。よいしょ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 。こうやって朝からね、ちまちまやってるわけですよ。よいしょ。よし、よし、だんだんね、終わりが近づいてくて、船が短くなってくるのはいいんですけどね。よし、よし、よし、じゃがいもね、まあいろんな作り方がありましてね、もっと簡単にやる方法はあるんですけどもね、長年やっぱり親しんだやり方っていうのが多分ね、農家さんみんなそれぞれあると思うんですけど、なかなかね、こっちの方が楽だと思ってもね、本当にそのやり方でできるかどうかって誰も保証してくれるわけじゃないのでね、実績のあるやり方でやっぱりこだわってやるわけですよね。僕はずっとこうやってこの管理機一つでね、買ってやるやり方をもう何十年とやってるわけですけどね。天気がいいのはいいんですけどもね、世間は風が流行ってるらしくてね、インフルエンザとかね、乾いてますからね、空気がね、そりゃ私も手先がね、ひび割れてくるので毎年それを感じるんですが、風を引こうが引こうが引く前がね、仕事はあるので、結局風邪をひいてね、熱が40度あったところで仕事を休めるわけじゃないので、結局のところそれが何かって話でしてね、なので風邪をひかないようにというよりも、風邪をひくかひかないかはね、気合の問題なので、ウイルスの問題じゃないですよまあそれが私が有機農業をやってね、先輩たちから学んだことですね。病気をしてはいけないですね。怪我もしてはいけないですね。腹が減ったらガソリンを飲めと、いう話ですよ。よし、ここはまあこうやって畝が短いのでね、この後こうやって土を寄せていきます。まあとてもシンプルといえばシンプルですけど、単純になるんですね。クワ、専門用語で常連って言いますね。もう自分の体の一部みたいなもんですね。この常連クワがね、一人前に使えるようになるまではどうしよう、やっぱ1年ぐらいかかるんですかね。僕も研修に行って本当に自分の手足のようにね、こう、別に何かカッコつけてるわけでもなく、こうやって振り回しながら使うわけですもんね。自分の狙ったところにこうやって土を寄せるようになるまではね、しばらくかかりますけどね。今のね、観光農業と呼ばれる大規模にやってる農家さん、こんな桑なんて多分ね、持ってるの見たことないですよね基本的には機械に乗っていれば農産物はできるわけでして、私のようにね、ヘクタール単位でやっていて、こんな常連クワでね、せこせこやってるなんていうのはね、
そんなにないわけですしね。今日朝からやってるんで、もうちょっとしんどいんですよね。腰も痛いしね。よし。いや、昔はね、こんな作業もね、息を切らすことなくね、シャカ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 トップスピードできたんですけどね。まあ今もなかなかあれですよね、できないですね。よいしょ。日がだんだん伸びてきましたね。太陽が出てきました。あと1時間半、2時間ですね。あ、風が出てきた。風が出てきていいことというのは、ちょっとですけど、ね、マリスが飛ばされないうちに張っちゃいけないんでね。はあ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 、2月が終わりますよね。確定申告まだやってないですけどね。まあ思うわけですよ。なんでしょうね。確定申告を出すたびにね、何をやっているんだろうと思うわけですが。よいしょ。ああ硬い。よいしょ。よいしょ。こちら側はね、管理機でこうやって後で筋を切りな、次の筋を切りながら飛ばしていくので、こちら側は軽くでいいわけですな。柵引きのようにこのようにね、裾を踏みながら決めていくわけです。簡単そうに見えますけど、実際やってみるとそこそこ難しいんですよ。別にこういうクワの使い方もね、うまいからといってね、何かしら役に立つのかって話ですけどね、何の役にも立っちゃしませんわな。よいしょ。一っ子一人いないですよ今日はね。いい日和でね、行き詰まるとね、でかい声で歌を歌うわけですよ。ね、よいよ、俺は岐阜県生まれの田舎育ち、ダサい奴らは大体友達。ね、歌というよりもラップでしたが、目指すぜマザファッカー雪の行、安心な野菜作り、化学肥料には用はねえ。除草剤なんてマッペル、いやいや歌ってないでやれと。こう一人でこけて一人で突っ込むとね、そういうことをずっとやってるわけですこれね。よいしょ。よし。遅いね仕事がね。よいしょ。端っこが大事ですね。マルチは端っこがね、飛ばされるとビュン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 って剥がれていっちゃいますから。よいしょ。端っこは念入りにね、穴を掘ってね、クワの使い方いろいろあるわけですけど、この隅っこを使うね、この平らの面をうまく使う、いろんなやり方がありましてね、うまく右手左手左右をうまく使うっていうね、ことが大事になるんですけど、そんなことをね、一般の人に講釈垂れたところでね、何か意味があるのかってね。よいしょ。日が傾いてきて風が冷たいですね。
量ですね。あとちょっとここだけで、ね、今日終わるまでにここ全部終わって明日別の畑に行ければいいんですけどね。夕方のこの風がね、冷たい風が吹くこの畑、気持ちいいですよ。まさに百姓冥利につきます。世界の果てにいるようにたった一人で畑をやる、いいですね。